奈良公園で撮影奈良の鹿は奈良県奈良市にある奈良公園とその周囲、山間部に生息する鹿。出産直後は3000グラム前後、成獣で、おじかは60キログラムから100キログラム、メスは40キログラムから60キログラムになる。角はおじかだけで毎年生え変わり、生後1年で一本角を1体、成獣では3つに枝分かれした立派な角を1水持つ。 1957年に奈良市一円の鹿が奈良の鹿として国の天然記念物に指定されている。奈良の鹿は野生動物であり所有者はいない。鹿と人との関係には長い歴史の変遷がある。春日鹿マンダラ塚枕時代なら国立博物館像重要文化財竹三和地の命が日立国鹿島から白禄に乗っていざしたという伝説を表す。 7世紀後半から8世紀後半にかけて、編纂された万葉集では、奈良の鹿の歌が読まれ、この頃は、純粋に野生の鹿だった。同時期の767年には、春日神社が創建され、その由来で主審の竹三和地の命が、鹿島神宮から、仙女際に迫力に乗ってきたとされ、神禄と尊ばれるようになる。宇治屋城三系の藤原氏からも、 崇拝の対象となり、人間が鹿に出会うと、神の使いとして、腰から降りて挨拶した。これが続いて、しかも、お辞儀の習慣を覚えたという説がある。藤原市の宇治寺で、春日神社と関係が深く、事実上の山和国守望だった、幸福寺からも、神読として、厳重に保護され、傷つけた場合は処罰処刑や、連雑違法の対象となる。しかし、 住民とのトラブルが多く、江戸時代初期の有様では夜間歩くと路地から鹿が飛び出し人に敵対し何人も怪我をしている。過去でも鹿の様子は同様で、圧力があっても人は手が出せず、石を投げたり杖などで防護したりするが、鹿に当たるとたちまち死傷する状態で共存が困難で様々な事件が起きた。半割の木の丸い肩を道路に向けた鹿に害を。 与えない奈良講師など町屋の様式にも影響している。天文20年10月2日には、10歳の女子が、本小森町で鹿に石を投げたら当たり、新毒を殺害したとして、大人と同じように縄でくくられた上で、幸福寺周囲の平をまで一周させられした後に、残首処刑され、家族は連座で家屋を破壊され追放された。江戸時代に入っても、幸福寺出身の奈良奉行が続き、 幸福寺の鹿に対する司法支配が続いていたが、漢文10年2月28日に初めて、江戸幕府から派遣された、溝の口の部活が、奈良業行となり、幕府の方針で極端な振読保護から、厳重な動物保護への転換が図られた。遠方6年自家殺害犯に対して、幸福寺は処刑請願を奉行所に出したが拒否した。以後は、鹿師匠に対する裁判は、 なら奉業所が主体となった。そして人の代となる鹿の角を切る鹿の角切りをはじめ現代まで続く。明治時代には1871年中央派遣の四条竜兵権令が鹿による農作物被害軽減だと話し飼いを停止し、録音を作り鹿を収容した。だが野生の鹿が狭い場所になれず餌不足と野犬侵入。 病気などで死に三十八頭に激減する。奈良県の境県への合併により、千八百七十六年に再度解放し、千八百七十八年十二月二日、奈良町と高畑、水門、雑誌、川上、中野川、白号寺、六野園など周囲八家村と、春日が奥山に殺傷禁止区域が設定され、旧幸福寺業を中心に八百八十年二月十四日に、 奈良公園となる。だが、1890年には、周囲の食害が大きくなり、周囲村の要望で、禁止区域が奈良町と奈良公園と春日大社境内に縮小される。そのため区域外へのおびき出しによる密漁などが横行し、1891年に鹿の状態を憂いた、現在の奈良の鹿援護会の前身となる、カス新保護会が設立された。 以後、公園の中の鹿として増加し、親しまれるようになる。第二次世界大戦末期と戦後の混乱期の食糧難による密漁で79頭まで激減し、奈良公園に行っても鹿の姿がほとんど見られないという深刻な状態になる。その後の社会の安定で再び増加し、戦闘前後に安定する。市民の鹿への愛着と共存意識が深くなり、 修学旅行の実施と観光の復活とともに、全国的に知られたマスコット的な存在となる。散策石子爪の旧跡散策石子爪という伝説がある。その昔、幸福寺の寺小屋で散策という名前の小僧が習字をしていた。そこに鹿が現れ半死を食べられそうになったため、小僧はとっさに文鎮を鹿に投げつけた。ところが、急所に当たったためか、鹿は死んでしまった。 神毒殺害の罪は穴に石で埋められる石小詰刑罰と定められており、三作もこの刑で死罪となった。嘆き悲しんだ母親は三作の礼を弔うため、毎日明け七つ暮れ六つ、午後六時に、母大院大御堂の鐘をついて、供養に努めたという。現在、幸福寺母大院大御堂の前提には三作の塚がある。鹿んべいと鹿、 鹿せんべい十文字の彰子、製造業者が愛護会公認の彰子を購入している。奈良公園周辺の鹿の注意表示市街地に野生の鹿が人と共存している場所は日本では奈良以外にはない。そのため大変親しまれている。ビニール製の車輪付き人形や鹿の角カチューシャなどが土産物として売られている。赤字やサンマが歌謡曲奈良のカスガノに 鹿の糞の踊りをしてヒットして、鹿の糞というお菓子も土産に加わった。鹿へ愛玩用に食べさせる鹿せんべいが売られていて、調布の少子が奈良の鹿援護会の財源の一つとなっている。鹿の主食は芝で、せんべいはおやつである。せんべいを持っていると奈良の鹿はお辞儀する。しかし、いつまでも食べさせないと怒った鹿に噛まれたりすることがある。奈良の鹿援護会では、 24時間体制で鹿の救助、救出を行っている。また、道会では、江戸時代に始まった鹿の角切りを継続させ、開催している。角切りで切られた角は、加工業者に売却され、過去には帯留め、箸などの生活用具や、置物等の数の在庫にされ、並み上げで人気があったが、職人の減少で衰退。最近は、軸に角を使った、 高級筆ペンや角キャップの高級万年筆、持ち手に、使用のステッキなど新たな使用方法で奈良らしさや、高級品の象徴となっている。奈良の鹿は絶えず、栄養不良だが、保護されていることで長生きするという微妙なバランスの中で生息しているのが特徴である。一般の野生ジカより、体格は小さく、成獣ジカの体重は、通常50キロほどだが、 奈良の鹿は30キロ程度で、体長も小さく、体格も劣る。大体骨骨髄の色の検査でも、栄養不足を示している。しかし人の与える鹿せんべいはあくまでもおやつであるため、そればかり食べていると栄養が偏り、他のものを給仕すれば、自然の鹿の餌とは違うため体格は大きくなっても、健康を害したり、味を覚えれば鹿害獣と化す、可能性がある。 自然の餌である芝や草やどんぐりも集めるには限界があり、この問題は未解決のままとなっている。前期の通りしかせんべいを見せるとお辞儀をするなど、通常は人に危害を加えることはないが、出産直後の子連れのメスや、発情期のオスはこの限りではなく、注意が必要となる。特に外国人観光客の増加に伴い、鹿に噛まれるなどして怪我をする被害が、 2018年度は200件1月時点の数字と過去最多になった。これは集計を開始した2013年度の4倍の数である。怪我人の多くは中国人などの外国人観光客であった。骨折などの大怪我をした人は年間最多の8人で、うち5人は外国人観光客だった。2017年度までの8年間で10人が鹿に、 突き飛ばされるなどで骨折しており、近年重症者が激増している。2017年の怪我人は186人で、いずれも鹿せんべいを与える時に写真を撮るなどして、その際に焦らして鹿を怒らせ攻撃的にさせたのが主な原因とされている。こうした外国人観光客と鹿の間で発生するトラブルの増加に伴い、奈良県は2018年4月から中国語、英語、 日本語の鹿せんべいを与える際の注意看板を公園と鹿せんべい販売所周辺に設置した。奈良公園の鹿で特に有名な個体は1954年8月20日に生まれた頭の中央に感情に白い毛が生えたシロちゃんである。シロちゃんは奈良国立博物館敷地とその周辺をテリトリーにしていた。 9歳の時に一度だけ出産した子供が車に引かれて死に、それ以後シロちゃんは怒りを表し車に突進していくようになった。心配した近所の人たちが奈良の鹿援護会に相談し、シロちゃんの思う通りにさせるため、一台一台車を止めて、この先で鹿が飛び出してくるので注意してほしいと運転者に依頼したが、一週間で突進を止めた。しかし、1972年、 シロちゃん自身も交通事故で死んだ。1994年6月には、春日大社の由来にあるような迫力が実際に誕生したが、注目を浴びすぎて、人に追われ、道路に走り出て、車に跳ねられ右前足を骨折。録音内で保護し、2003年6月に奈良公園に戻した。しかし、また、観光客らに追い回され、後ろ両足を疲労骨折。 2003年7月下旬から6音内で再保護していたが2004年2月11日に肝臓病で9歳で死亡した通常12から15年の寿命のおじかが10年未満で死んだことに奈良の歯科愛護会は注目されすぎ公園に出たのにすぐに骨折して戻り不憫な障害だったと嘆いた日の出から動き始め宿泊する場所の泊まり場から再食場へ移動する その後は休息する場所へと移動し、朝から夕方まで滞在する。夕方頃、再食しながら、泊まり場へと移動する。日没後は、泊まり場で食べたり、寝たりして過ごす。メスは、母系グループで生活し、メスの子は生涯そのグループに属するが、オスの子は2歳頃に誕生した群れから独立する。移動の際には、他のオスとグループを作ることが多いが、基本は、 私有別々の群れで一頭の行動範囲は10から20ヘクタール。公園全体では1400頭弱がいる。一番遠方へ放浪した例は、1948年、大阪府大阪市の御堂筋で、おじかが当時の占領軍に発見されたことがある。最近では、生駒市シカの畑から市場縄手市へ輸行しているのが見つかったこともある。1957年9月の、 天然記念物指定は、春日大社が所有者として天然記念物指定申請書を、奈良市長と市観公共会会長は要望書を提出して主導し、県市教育委員会は副猿書を書いた。春日大社と奈良市は農業被害保障特定のためと指摘されるが、具体的な指定範囲と面積を記入していたが、現実の指定は奈良市一円だった。 県は、その地域から出た鹿が保護されなくなるという、弊害防止のためと言い,い、文化庁は、奈良の鹿とは、主に、カスガ大社境内、奈良公園及びその周辺に生息し、古来、新毒として、カスガ大社と密接に関わり、人によくなれている等の、鹿という意味である。その生息する場所を特定して、制限を加えたものではない。また、奈良の鹿は、分類学上、 本州に広く生息している本州地下であり、奈良の鹿という特別の種が存在するわけではないとしている。また、地域指定のためには、当該地域のすべての地権者の同意が必要だが、困難で実現できてないため、という理由もある。文化財保護委員会の規定では、奈良公園及びその周辺に生息している人慣れした鹿となるが、範囲指定のない天然記念物指定は、 多くの問題や論議となる。1981年2月、奈良市民2人が高窓山頂上付近の山林で角切り跡のある鹿1頭を銃殺し、奈良地方検察庁が文化財保護法違反で起訴した。1983年6月の判決で奈良の鹿を生息範囲は公園を中心に周辺直線距離で数キロ以内で公園に住む 公園寺家だけでなく、通常は周辺山中に住むが、公園寺家とも交流のある山寺家も存在し、いずれも人に潤化する特性を示す鹿が、天然記念物の奈良の鹿だと規定し、認定の上で有罪としたが、まだ曖昧で、今後に論議となる指摘もあった。だが、これも1979年4月、1981年9月の2時に、 渡る鹿外訴訟の和解で変更された。農家側は天然記念物の指定で捕獲できないのだから地域指定に変更を要望したが、それは知りけたが1985年2月和解で鹿の捕獲に関する文化財保護法第80条の運用の基準等が制定され鹿の生息域を平坦部を中心とする奈良公園、春日山原始林など公園三輪部、 その双方の周辺地域、その他地域の4つに区分した。AB 地区の鹿は保護するが、農地のある CD 地区では、天然記念物であっても、一定のルールの下、CD 地区の鹿は、捕獲ができるとした。さらに、ABC 地区の鹿には、同志同基準等が適用され、この地区の鹿は、文化財保護委員会の規定や、判例の旧来の人慣れ基準に関係なくすべての、 鹿が保護管理される対象となる天然記念物だとされ、D 地区は従来のまま公園周辺に生息する人慣れした鹿が対象である。自動車が鹿と衝突する交通事故が起きた場合、天然記念物であるため、処罰されると誤解して運転手が通報せず、走り去る引き逃げも多いが、意図しない衝突は処罰の対象にならない。 奈良での農作物被害をめぐる鹿との攻防の歴史は古い。江戸時代には鹿の侵入を防ぐ獅子垣が作られたとされる。1878年には保護を目的に新独殺傷禁止区域が設定されたが農作物被害を理由に1923年には区域がカスガ大社境内と奈良公園内に縮小されている。明治時代以後も 鹿の農食害が問題になるが、新毒として所有権を、春日大社が主張した。1916年、奈良公園街の畑で死んでいた鹿を食べた住民に、大使、大進院において、春日大社所有の新毒を窃盗したとの有罪判決が出て、大こそ側の所有権が認められた結果、捕獲ができなくなり、深刻化した。これに対し奈良県と、 新宿保護会と春日大社が合わせて保護会から被害保障を配給し今も奈良の歯科会護会から見舞い金として支給しているだが戦後になり1964年に周辺農家は奈良市自家外組織農家組合を結成し被害防止のため交渉したが進展がないと一部農家が1979年と1981年に国奈良県奈良市 春日大社、奈良の科会護会を提訴した。それで、春日大社は所有権を取り下げ法的責任はないとして、奈良県は法的な責任は認めず、やがて1985年に奈良の科会護会との和解となり、春日大社は和解書にも名前は、直接避けて、利害関係人と記され、県と奈良市と共に農業被害の防止に協力する形となった。 奈良公園街の告げ地区、月ヶ瀬地区以外の奈良市山間部にも約4000頭が生息しているが、その後、被害が公園街の周囲山間に拡大し、奈良市は1987年から農家設置の暴力柵の補助事業をはじめ、約3億円、総延長46キロの柵が設けられた。しかし、奈良県の2014年調査報告で、2013年度までの5年間で、 地下による農業被害が増えたと感じている集落が72.5%に増えた。食害は水田に植えたばかりの稲被害のほかがき、椎茸、茶など多種にわたり、農家側では追い払うしか方法がなく、地元農家は以前に行政を相手ドリソン賠償請求を提訴した後に和解したが、被害が続き、2000年7月、現地時に、 鹿害に伴う要望書を提出していたが、一層広域化した。奈良県は2008年12月からの鹿のあり方検討会を経て2013年に奈良の鹿保護管理計画検討委員会を設立して鹿の保護管理計画を協議していたが、この被害広域化は深刻なものだと、これまでの奈良市一円に生息する鹿保護管理方針を修正し、 東武山間地区の等数抑制を検討。文化庁は奈良公園中心部、その少し外側、外縁部などの4地区を設定し鹿の保護と管理の目安を示した。2016年、県は奈良公園から離れた地域の鹿を保護対象外とする管理計画を策定し、従来の奈良自然域という保護指定から方針を変更した。2017年5月に、 文化庁から文化財保護法の現状変更の許可を受け、8月1日から120頭を目標に領有会に委託し、田原地区と東里地区で6カ所に箱穴を設置し、捕獲事業を開始し、捕獲した鹿は解体し、研究機関で年齢や栄養状態など生態を調べる。観光客などの餌付けが問題視され、鹿せんべい以外は与えないことを盛り込んだ。 条例化も検討されている。この捕獲に、奈良市自治家外組織農家組合は、歓迎を表明したが、同年8月3日、自然保護団体、一般財団法人日本熊森協会は、奈良の新緑文化を壊すなと中止する、要要望書を提出した。8月17日に一頭が初捕獲され、解体して、胃の内容物や遺伝子検査で、農作物被害対策に活用する。 場所をくひ、ビートなくしりこえ、悲しよるのしか。ありがとうございます。